はい、どうも、エンブイです。今回はですね、霧降り284号に乗っていきたいと思います。まあ、今回はね、私だけじゃなくて、ゲストの方にもね、おまけ歴しているので、ちょっとね、自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。東武沿線2と申します。お願いします。よろしくお願いします。それではね、改札の方に行きたいんですけど、一応こういう特急券があります。はい、こちらですね。霧降り284号で、まあ、10時47分という電車で北千住まで行きたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、では今回はね、この列車で北千住まで乗っていきたいと思います。実はね、私ね、この車両に乗るのはね、初めてなんですよね。そう、だからね、今ね、とってもね、ワクワクしてますね、ほんと。この車両ね、もともとはね、急行両号としてね、活躍してたんですけど、まあ、日光線に転属してね、で、4連化されて、運用、今では運用されて、で昔はなんかね、会津立場とかも普通に来てたようです。確か急行南会津かな。で、現在はね、特急リバティ会津っていうのがあって、それで営業運転をしてる感じですね。はい、それではね、ちょっと乗っていきまーす。
座席に座ることができました。なんかね、昔の車両なのに普通に足掛けとかがあって、はい、あ、テーブルも、あとはリンクホルダーも結構あれですね、なんかキュートな感じしますよね。なんかこういうなんかちっちゃくてね、おー、超いいですね、こういうのね。あとこれ以前オゼアコとして使ってたんですよね。確かにオゼアコ使ってましたね。一番女性専用車、あ、女性専用という名前だけの車両が
ね運輸をしてましたね。はい、それではね乗車続けていきます。はい、これで動画の終了となります。まあちょっとね、なんていうか朝っぱらからすごい動きました。どうでしたか、キリフリー乗ってみて。そうですね、実は言うと春日部から朝乗ったんですよ、新都庁まで。はい、でも なぜか朝のキリフリー61号だと南栗橋で運転停車をしたんですね。あ、南栗橋で運転停車したんですね。あ、そうなんですね。なぜかはわからないんですけどね。あー、なるほどね。なんでなんでしょうね。さっき乗ってきた君に285号でしたよね。そこが、南木橋を通過っていう。あれ285号でしたっけ、あれ そうだったっけ。あ、違います、284号です。すいません、間違えました。284号です。そうですね、では284号っていうことでね、乗ってきたっていうね動画をね終わらせていただきます。もしよろしければね、チャンネル登録高評価していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。